Hello minasan. This is the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, aka Mr. Bookmaker. Anata no source for the online sports Gyanburu kyokai 24/7. kawashkwa Bookmaker. Joho Kyokuo Or subscribe to this podcast on iTunes. Sore de Here's your host, Kiyosaki Tamiyoshi. Minasan konnichiwa. The Bookmaker Podcast with 清崎民義をいつもお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めます、ブックメーカースポーツライターの清崎民義です。このポッドキャストでは、海外のブックメーカーに関する情報や最新オッズ、スポーツニュースなどを交えながら、ブックメーカーの面白さ、魅力を私清崎の視点からお伝えしているものです。 まだまだ日本ではブックメーカーについてほとんど知られていませんので、このポッドキャスト並びにインターネットサイトであるブックメーカー情報局から様々な情報を配信しております。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。ということで、第61回目のですね、ブックメーカーポッドキャストの放送をね、えー、スタートさせたわけですが、今回まずね、お伝えしたいのは、 大相撲秋場所についてです。大関の合栄道がやりました。今月11日に始まった大相撲秋場所で角番の大関合栄道が15戦全勝で幕内初優勝を果たしました。おめでとうございます。えー、ね、えー、日本人力士の 全勝優勝ということで、まあ、振り返ってみると、これなんとね、えー、1996年の秋場所にですね、横綱高野花、まあね、今の高野花親方となるわけですが、それで以来となる20年ぶりの快挙ということになります。なんか合栄ドはね、もう、えー、秋場所始まって、なんかあれよあれよという間に、まあね、なんか全部勝っちゃったよな、みたいな、 感じでですね、見えたんですが。まあね、その中でも非常に強さを発揮した。なんかこれぞ真骨頂。エイドの真骨頂というようなね、本来の力を見せてくれた、えー、そんなね、えー、秋場所だったなという風に、えー、見ていて感じました。で、えー、イギリスのね、ブックメーカーで大相撲のオッズを発表していることで、えー、有名なマラソンベッドがですね、えー、秋場所前にですね、発表していた 幕内優勝オッズではですね、全体の7番手となる13倍のオッズが合栄道にはついていました。ね、えー、これ聞いている皆さんの中にもですね、合栄道が優勝するという予想された方、えー、いらっしゃいましたでしょうか、ね。なかなかね、予想できなかったんじゃないかなというふうに思います。 ね、まあ、稀勢の里のね、横綱挑戦なんかもありましたので、稀勢の里とか、まあ、横綱人もまだいますので、ね、なかなかその、その、ちょっとね、影に隠れてというのは失礼かもしれないんですけども、えー、その合栄道を、もしね、えー、優勝を見破った方がいらっしゃいましたらね、またね、あの、ブックメーカー情報局の方にですね、メッセージいただきましたらというふうに思います。まあ、その優勝候補筆頭だったのはですね、まあ、横綱の白鵬だったんですが、 まあね、残念ながら、えー、休場ということになりました。まあ、とはいえですね、15連勝というものはですね、やはり合栄道の力、実力ですね、と見ていいのではないかなというふうに私は思います。秋場所で綱取りを目指した大関犠牲の里は10勝5敗に終わり、横綱への昇進はですね、一旦白紙と。 いうことになってしまいました。まあ、こちら残念ですがね。またね、ぜひね、規制の里には力ありますんで、ね、次の九州場所から、またね、もう一度、綱取りということを目指していただきたいな、というふうに思うわけですが。で、今度はね、今度は、えー、優勝した豪栄道がですね、綱取りに挑むということになりますのが、11月13日に初日を迎える九州場所ですね。福岡国際センターというところで行われますが、えー、九州場所、ということになります。 で、今月26日にですね、横綱審議委員会の定例会合がですね、開かれまして、えー、森谷秀重委員長ですね、がですね、このようにコメントしております。九州場所で13勝以上の優勝なら議論しても賛成の方が多くなるはず。ということで、合栄道のね、横綱昇進についてね、コメントね、していますけども、 実はね、この大阪出身、まあ、五江道はですね、まあ、大阪の寝屋川の人なんですけども、大阪出身の力士としてはですね、1917年の夏場所に横綱昇進を果たした大西樹以来となる約100年ぶりの大阪出身横綱誕生なるかということで、次のね、九州場所はですね、非常に大きな期待を持たれるということになります。で、えー、ブックメーカー情報学とかですね、私業先の ブログですね。ミスターブックメーカー清崎民吉のブログなんですけども。まあこういったものでもですね、大相撲の話題もですね、記事配信していますので、これからもね、ぜひね、キャッチしていただければなというふうに思います。ね、非常に大相撲も非常に盛り上がりました。次は誰が優勝するのか、えー、11月の九州場所にも注目したいなというふうに思います。ということで、えー、次の話題に行きたいと思いますが、 ナーの皆さん、e スポーツという言葉を聞いたことがありますでしょうかこの e スポーツというのはですね、エレクトロニックスポーツの略でありまして、コンピューターゲームやビデオゲームで行われる競技のことを言います。え、ゲームがスポーツなのとね、えー、思った方もね、結構多いのではないでしょうか この e スポーツはですね、えー、1990年代の、まあ、後半あたりからですね、ヨーロッパや北米で、賞金のかかった大規模なゲームイベントというものがですね、まあ、次々と、まあ、誕生してですね、ま、いろいろ行われるようになったんですね。で、そのことが、プレイヤーのプロ化にまで至ったということでですね、で、この e スポーツという言葉がですね、まあ、一般化、広く知られるようになったということになります。 プロゲームプレイヤー、いわゆるプロゲーマーと言われる人たちがですね、世界中にはいましてですね。まあその中でもですね、年間1億円以上を稼ぐツア者もいるということでですね。まあ e スポーツというのは欧米やアジアを中心に大人気ということになっております。その e スポーツの中でも最も人気の高いのがリーグオブレジェンドというゲームでありまして、 全世界で数千万人ものアクティブプレイヤーがいると言われております。また日本でも10万人前後のプレイヤーがいるリーグオブレジェンドの世界的祭典と言われております2016リーグオブレジェンドワールドチャンピオンシップというですね、大会がですね、9月29日にですね、アメリカで開幕しまして、約5週間にわたって世界最高峰のプロゲーマーたちがですね、 このリーグオブレジェンドというゲームでですね、熱戦を繰り広げるということになっております。本大会にはですね、北米から3チーム、ヨーロッパから3チーム、韓国から3チーム、中国から3チーム、香港、マカオ、台湾地区から2チーム、そしてワイルドカード地域から2チームの計16チームがですね、 まずは4グループに分かれて29日からグループリーグを戦います。まあ総当たり戦となりますね。そして各グループ上位2チームがですね、10月13日からスタートする決勝トーナメントに進出いたします。そして準々決勝、準決勝と勝ち上がった2チームが10月29日に行われる決勝戦に進出して世界一の称号を競います。 なんとですね、優勝チームには重さ3 0キロ以上あるですね、トロフィーである、サムナーズカップとですね、100万ドル、ね、日本円にすると1億円ですね、の賞金が授与されるということで、このね、賞金額にもね、ちょっと驚く方もいらっしゃるのではないかなというふうに思います。ちなみに2位のチームには2500万円、3位には1500万円などですね、まあ、全16チームにですね、まあ、結果に応じてですね、えー、賞金が渡されると。 いうことになっていますが、ねえ、このスポーツ、まあ、e スポーツですね。で、まあ、一つの大会で数千万円を稼ぐということで、まさしくね、なんかこう、ATP のテニスのね、まあ、上位大会、ね ATP、ねマスターズの1000とか、下手をすれば、ねあの、グランドスラムなんかのね、大会にもね、ね、ちょっと、肉迫するようなですね、そんな賞金の多さにですね、ちょっと驚いた方も多いと思います。 で、ね、このような人たちがですね、プロスポーツ顔負けのですね、賞金総額2億円をですね、世界トップクラスの16チームが必死で争うと、ね、プロとしてね、意地とプライドをかけてですね、戦うということがね、アメリカで行われるということになります。このリーグオブレジェンドワールドチャンピオンシップの会場にはですね、まあ1万人と言われるですね、お客さんが入りまして、これ前になるんですね、不思議と。すごいですよね。それで、インターネットでのですね、ライブ中継、 されるわけですがこれもですね世界中の数千万人のファンがですねこのインターネットを通じて、えー、そのプレイヤーがやっている姿やそのゲーム画面ライブの中継をですね見るということでプレイするだけではなくてですねそれを見るスポーツとしてもですね確固たる地位を傷つ,きつつあるということになりますそしてねちょ最も注目してほしいのがですね この e スポーツにはブックメーカーも注目しております。例えばイギリスの老舗ブックメーカーであるウィリアムヒルはですね、29日開幕の2016リーグオブレジェンドワールドチャンピオンシップの優勝オッズを発表しており、韓国のロックスタイガスが2.75倍で優勝候補の筆頭に挙げられております。2番手には同じく韓国の SK テレコム T1 で3倍。 3番手には中国のエドワードゲーミングが4.5倍ということで続いております。韓国、中国がですね、マ、まあ、e スポーツの、えー、を席巻しているというのが、えー、今の現状です。全16チームのね、優勝オッズについてももちろん発表されておりますので、ブックメーカー情報局のですね、2016年スポーツカレンダーの9月10月にもですね、本大会の日程を示しておりますので、 ね、そ、そして、そのテキストをですね、クリックするとですね、その優勝オッツが表示されるように、えー、しておりますので、ぜひね、ちょっとまだ、ね、ウィリアムヒルなのかわからないという方、ブックメーカー初心者の方はですね、まずそちらからですね、オッズをチェックいただければなというふうに思います。そして、えー、この e スポーツに特化したブックメーカーもですね、近年登場しておりまして、あの、伝説のボクサーであるマニーパッキャオ、 ね、フィリピンのマニパッキオですね。が、オーナーを務めているバイタルベッドがですね、様々な e スポーツのオッズを発表しておりですね。さらに、ライブ中継を見ながらベッティングを楽しめるライブベッティングというものをですね、e スポーツに初めて持ち込んだのもこのバイタルベッドであります。先ほども述べたように e スポーツはプレイヤーがするだけでなく、そのプレイヤーを見る。 ということも非常に多くの人たちに楽しまれております。それにスポーツベッティングというね、エキサイティングな要素が組み合わさって最高のスポーツエンターテインメントということでですね、e スポーツとブックメーカーがなりつつあるなというふうに思います。バイタルベッドでは今回のリーグオブレジェンドの、えー、ワールドチャンピオンシップの全試合の勝敗オッズとともにですね、ライブベッティングを楽しめるというあってですね、 多くのユーザーがバイタルベッドで e スポーツの最高峰の試合を楽しむのではないかというふうに思われております。ブックメーカー情報局ではですね、日本ではおそらく唯一バイタルベッドの紹介を行っておりますので、もしね、バイタルベッドに興味ある方はいらっしゃいましたら e スポーツをね、これを機会にですね、もっと楽しんでみたいとかですね、見てみたいという方も含めてですね、ぜひブックメーカー情報局トップページの 右サイドバーですね。にあります、登録方法などをですね、ご確認いただければな、というふうに思います。最新のブックメーカーとあって、バイタルベッドはですね、ビットコインでの決済も可能ですし、ね、e スポーツ以外のスポーツもですね、実は楽しむことができますので、スポーツと e スポーツの両方をですね、存分にですね、楽しまれてはいかがでしょうか。 e スポーツの詳細についてはですね、私清崎の公式ブログ、ミスターブックメーカー清崎民吉のブログでもですね、いくつか紹介していますので、ぜひね、えー、ご参照いただければなというふうに思います。日本でも必ず e スポーツブームはやってまいります。ということで、今回の第61話いかがでしたでしょうかブックメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひブックメーカー情報局を検索いただき、 サイトをチェックしていただければなというふうに思います。そして何かお気づきの点やわからないことが少しでもあれば、トップページの右上にあるメールボタンが問い合わせとなっておりますので、どうか気軽にご質問いただければと思います。またここではこのポッドキャストで取り上げてほしいことや、この清崎がお送りしているポッドキャストの感想なども募集していますので、ぜひメッセージいただけたらと思います。 ブックメーカー情報局が配信する The Bookmaker Podcast with 清崎民義をお聞きいただきありがとうございました。ぜひ、ポッドキャストを購読、そしてレビューを書いていただけると嬉しい限りです。購読のボタンを押すだけで完了します。もちろん無料です。そして、ブックメーカーについてまだよくわからないので、もっと知りたいよという方にはですね、特にポッドキャストの第1話、 から第3話をお聞きいただけるとスッキリされるのではないでしょうか。ブックメーカーとは何なのか、そしてブックメーカーの何が一体面白いのか、などをですね、わかりやすく私清崎が語っております。最後にブックメーカー情報局からのお知らせですが、前回の放送でもですね、お話しいたしましたが、ブックメーカーで遊ぶための必要な決済サービスの一つであるネッテラがですね、日本国内で サービスを今月15日で終了いたしました。同様にスクリルもですね、30日をもって日本市場から撤退するということで、一部の方々からはですね、もうブックメーカー楽しめないのではないですかというお声もいただきました。しかしご心配には及びません。ブックメーカー各社はネッテラーに代わる決済サービスを次々と発表しており、例えばウィリアムヒルはエントロペイを 登録方法から紹介し推奨しておりますし、ベッド365はエントロペイとアイデビットの2つを公式に紹介し、今月15日から10月30日までに、この2つの方法で決済された場合に嬉しいボーナス獲得ができるプロモーションなども打ち出しております。これについてはですね、ベット365でご確認いただければなというふうに思いますが、ブックメーカー情報局ではトップページ右上にですね、 ネッテラーに代わる決済サービス一覧というページをですね、つ、え、い、ー、に作成しまして、ブックメーカー各社の対応する決済サービス情報をですね、えー、このページでまとめておりますので、ぜひね、えー、ご参考いただければなというふうに思います。スポーツの秋は、本番は、まだまだこれからです。存分に楽しみましょう。それでは、また This has been the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, a.k.a. Mr. Bookmaker. Konu Contents Okinitiya, Zehi Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Dewa Minisan, see you next time.